NBA では優勝を経験するような強いチームには必ずと言っていいほどリーグを代表するデュオの存在が欠かせません。一人の絶対的なエースに対してはチームディフェンスでなんとか守り抜けることが多いですが、それが二人いると話は全く別で、ディフェンスとしては守る焦点を絞りにくくなり、相手にとっての脅威となりますよね。そこで今回は史上最高のデュオを9組紹介したいと思います。まず最初に紹介するのはコービーとシャックのデュオです。2000年から2002年までの3年連続で NBA チャンピオンに輝いているこの2人、デュオといえばやはりこの2人を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。コービーとシャックの間では不仲説が噂されたこともありましたが、プレー中は非常に息の合ったプレーを見せ、相手からするととてつもない脅威だったんですよね。2人ともそれぞれのプレーエリアで圧倒的な得点力を持っていたため、彼らが同時にコートに出ているとディフェンスは守りようがありません。ちなみにコービーが亡くなった際にはシャックは辛すぎてご飯が喉を通らなかったほどらしいです。それくらいに二人の絆が深かったんだと思いますね。それでは実際にコービーとシャックのプレーを見ていきましょう。こちらのシーン、鋭いクロスオーバーでディフェンスを抜き去ったコービーはシャックに絶妙なアリウープパスをして片手で豪快に叩き込みます。本当にあうんの呼吸ですよね。シャックはディフェンスがコービーの方に寄り始めた瞬間に上を指してアリウープを求めています。一方のコービーもディフェンスとシャックの位置関係を見て完璧なタイミングでパスを出しました。これは誰にも止められませんね。別のシーンでは速攻に走るシャックに対してコービーがロングパス、シャックはディフェンスを吹き飛ばし余裕でダンクを決めるんです。シャックにあんなに走られるとたまったもんじゃないですよね。吹き飛ばされたディフェンスは流れの中でそこにいただけみたいなので、もはや事故です。ちょっとかわいそうですね。こちらは2009年オールスターゲームの休憩シーン、シャックがコービーとワンオンワンをしています。二人とも笑顔で楽しそうです。ちょっとかわいいですよね。ちなみにこのオールスターゲームの MVP はコービーとシャックがダブル受賞をしています。不仲説があったのが信じられないですよね。次に紹介するのはスプラッシュブラザーズと言われるこの二人、ステフィン・カリーとクレイ・トンプソンです。 NBA 史上最高のシューティングデュオであり、二人が加入当時弱小チームであったウォリアーズを強豪チームへ導くきっかけを作ります。ちなみにスプラッシュブラザーズという愛称は、二人のシュートがまるで水しぶきを上げるようネットを通り抜けることに由来しているんです。スプラッシュブラザーズが結成されてからはドレイモンド・グリーンなど有力選手が徐々に加入し、2014年2015年シーズンには40年ぶりの優勝を果たしました。さらに翌年には NBA新記録となるレギュラーシーズン73勝を達成したんです。個人の記録としてはカリーは現在通算スリーポイント成功数がなんと3390本で NBA 歴代1位、トンプソンも2213本で間もなく歴代トップ10入りを果たします。これらの記録を見るとスプラッシュブラザーズが史上最高のデュオであることは言うまでもないですよね。それでは実際に彼らのプレーを見ていきましょう。サンズとの試合、速攻でボールを受けたカリーは一瞬スローダウンするかと思いきや走り込んできたトンプソンにノールックでバックビハインドパス、トンプソンは流れるようにスリーポイントを沈めました。このプレーには会場も大盛り上がり、カリーはトンプソンが走ってくるのをよく見ていましたね。こちらの速攻のシーン、ボールをプッシュするカリーはもはやノールックでトンプソンにバックビハインドパスをします。トンプソンはフリーでバックシュートを決めるんですね。本当に絶妙なパスです。ちょうどディフェンスがいないタイミングでパスを出しているのがわかります。背中に目があるんでしょうか。ペリカンズとの試合では同じく速攻でボールを運ぶカリー、またもやトンプソンに華麗なバックビハインドパスをしてフリーでスリーポイントシュートを決めました。カリーもホームの会場でトンプソンにパスを出した時点でシュートが決まるのを確信し手を挙げていますよね。スプラッシュブラザーズはスリーポイントシュートでNBA に革命を起こしたと言っても過言ではないでしょう。本当に見ていて楽しくなる2人だと思います。続いて紹介するのはジョン・ストックトンとカール・マローンです。ポイントガードのストックトンとパワーフォワードのマローンはなんと18年間にわたってジャズのチームメイトとしてデュオを結成していました。特に2人が繰り出すピックアンドロールは芸術の域に達しており、分かっていてもなかなか防ぐことができないんですよね。ちなみにストックトンが引退の時、マローンは話し始める前から涙を流し、この日が来ないことを願っていた、ジョンには一人の人間としていろんなことを教えられたんだ、そのことを一生忘れたりはしないよと語っており、チームメイトを超えたまるで親友のような関係であることがわかります。それでは実際に息の合った2人のプレーを見ていきましょう。こちらのシーン、ピックアンドロールからストックトンはマローンへ絶妙なバウンドパス、マローンは豪快なダンクを叩き込むんです。針の穴を通すような繊細なパスですよね。マローンはスクリーンがかかる前に動き出してスリップのような動きをしていますが、ストックトンはそれによって生まれたディフェンスのズレを見逃していませんでしたね。マローンがスリップの動きをするのはあらかじめ決まっていたんでしょうか。お互いのタイミングが絶妙すぎて理解不能な連携です。本当にピックアンドロールのお手
本のようなプレーだと思います。ブルズとの試合ではジョーダンのシュートが外れて、ストックトンがリバウンドを取ると前を走っているマローンへレーザービームのようなパスを成功させます。見事な速攻が決まりました。ストックトンはドリブルからワンハンドでよくあんなにパスが出せますよね。シンプルですがとても強力な2人のプレーだと思います。こちらはキングスとの試合、第4クォーター残り20秒を切って1点ビハインドの場面です。得意のピックアンドロールからゴールへダイブしたマローンへパス、しっかりシュートを決めて逆転します。この時マローンはストックトンのマークマンに対してスリップはせずにしっかりスクリーンとして壁になっています。ムービングスクリーンが取られないか絶妙なところをついていますよね。ストックトンも決して焦らず、ズレが生じるのを待ってからパスをしています。その後ジャズは再び逆転をされますが、残り5秒で再びピックアンドロール、今度はフリーになったストックトンが3を放って再逆転となるシュートを決めるんですね。これはもうさすがとしか言いようがないです。このようにストックトンとマローンは理解不能なレベルの連携を見せていました。個人的には現代の NBA でもこの2人のプレーを見てみたかったです。次に紹介するのはジョーダンとピッペンのデュオです。バスケの神様であるジョーダンと史上最高のオールラウンダーであるピッペンの2人はブルズ時代に2度の3連覇を果たしており、 NBA のパワーバランスを崩壊させました。その時点で紛れもなく史上最高のデュオですよね。ジョーダンとピッペンのポジションはシューティングガードとスモールフォワードで、プレイエリアも近いですが、お互いシュートもパスも何でもできるので、お互いボールをシェアしながら見事な共存を果たしていました。おそらく2人ともチームの勝利を最優先に考えていたのでうまくいったんだと思います。それでは実際に2人のプレーを見ていきましょう。速攻の場面、ピッペンはディフェンスに触られないように回転をかけながらジョーダンにバウンズパスを出します。ジョーダンは華麗なダブルクラッチでシュートを決めてしまいます。僕はこういう気の利いたパスができるのに憧れてしまうんですよね。別のシーンではジョーダンが拾ったルーズボールをピッペンが受けて豪快なボースハンドダンクを叩き込むんです。ジョーダンはこういう時でもしっかりと味方を見ていますよね。こちらのシーンではピッペンがシュートに行こうとするとディフェンスが収縮してきたので合わせに走ってきたジョーダンにパス、豪快なダンクをぶちかまします。ジョーダンは空中でブロックをかわしましたよね。やばくないですか。しかもジョーダンはワンオンワンだけではなく合わせの動きもうまいですよね。別のシーン、ジョーダンはノールックでゴールへ走り込んできたピッペンにバックビハインズパスを出し、フリーでレイアップを決めました。これはおしゃれなパスですよね。ジョーダンとピッペンはハーフコートだとワンオンワンから得点を取ることも多いですが、速攻の場面だとこのように2人とも先頭を走り、お互い華麗なパスワークで得点を決めていきます。本当に息の合ったデュオですよね。5組目に紹介するのはカリーム・アブドゥル・ジャバーとマジック・ジョンソンのデュオです。名前を聞いただけで無敵とわかるこの2人、マジックのノールックパスだけでも十分驚異的ですが、それにジャバーのスカイフックも加わったら誰も止めることができませんよね。ジャバーとマジックが在籍していた当時のレイカーズは合計でなんと5回の NBA チャンピオンに輝いています。この経歴だけでも最強ですよね。セルティックスとの試合、速攻でボールをプッシュするマジックは右サイドのコーナーに走り込んできた味方に目線を向け、マジックの左を走っていたジャバーにノールックでパスを出します。外に目線を向けるタイミングが絶妙ですよね。ディフェンスをしていたバードもフェイクに騙されてパスに反応できていませんでした。こちらのシーンでは同じく速攻でボールを運ぶマジック、インサイドアウトでディフェンスに揺さぶりをかけながらここぞというタイミングでジャバーにワンハンドパスを出します。そしてフリーでダンクを叩き込むんです。マジックのパスの出し方がえげつないですよね。これも体が右を向いている中でジャバーがフリーになるタイミングを見逃さずにノールックでさばいています。そして極めつけはこのシーン、ボールを運ぶマジックはどこにパスを出すのかと思えば、なんでですかこれは。僕は何回見てもどこからパスを出したのか分かりません。とりあえずディフェンスは全く反応できていませんね。どうやったらこんなパスを思いつくんでしょうか。皆さんもお気づきかもしれませんが、ジャバーとマジックのデュオとしてのプレーとなると必然的にマジックがひたすらすごいパスをする紹介になり、ジャバーはただ走って合わせる感じになってしまいます。ジャバーさんには申し訳ないですね。彼の無敵なスカイフックは別の動画、シグネチャームーブの使い手パート2や史上最高のセンターなどでたっぷり紹介しているので、そちらもご覧ください。次に紹介するのはレブロン・ジェームスとドウェイン・ウェイドの2人です。2003年ドラフト組の同期である2人は、2010年ウェイドが所属していたヒートにレブロンが加入する形でデュオを結成しました。実際にはこの時クリス・ボッシュも加入して3キングスとも言われていたんですが、今回はレブロンとウェイドの2人に絞って紹介します。2010年から2014年までの間デュオを結成した2人は、4年間で NBA ファイナル進出4回、2度のチャンピオンリング獲得と、当時シャックなどが移籍して低迷していたヒートに黄金期をもたらせました。ちなみにこの2人はプライベートでも非常に仲がいいんですよね。チームメイトになる前もオールスターゲームなので2人の息の合ったアリウープなどを見た記憶がある方も結構いるんではないでしょうか。とにかくこのデュオは当時の NBA を破壊する勢いで成果を出していたんですね。それでは実際に2人のプレーも見ていきましょう。こちらのシーン、レブロンは速攻へ走る、ウェイドにアウトレットパスを出します。ウェイドはそのままダンクかと思いきやボールをふわっと浮かして走り込んだレブロンが豪快なアリウープダンクを叩き込みました。これはもうハイライトに選ばれるのを狙っていますね。一連の流れが
麗すぎて、まるで劇団を見ているみたいです。こちらも速攻のシーン、ウェイドからのバウンズパスを受けたレブロンが強烈なトマホークダンクを叩き込むんです。パスを出したウェイドが両手を広げる仕草がもうかっこいいですね。このレブロンとウェイドが映っているシーンを皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。別のシーンではレブロンがウェイドにアリウープパスを出し、とんでもないダンクを叩き込むんです。ウェイドがダンクをした後の吹き飛び方がやばいですよね。彼はスタントマンなんでしょうか。僕はウェイドが勢いのままに突っ込んでいくこの感じが大好きです。それにしても勢いを殺さずにダンクまでいけるのがすごいですよね。パスも踏み切りのタイミングもお互い完璧なんだと思います。見ていてワクワクさせられる2人ですね。続いて紹介するのはティム・ダンカンとトニー・パーカーのデュオです。スパーズの黄金時代を作り上げた史上最高クラスのパワーフォワードであるダンカンと、フランス生まれのスピードスターであるパーカー、なんとこの2人で4度の NBA チャンピオンに輝いているんです。この実績だけでも史上最高のデュオにふさわしいのではないでしょうか。実はパーカー曰く、初めの1年はダンカンと全く会話すらなかったそうですが、2003年に初めてチャンピオンを獲得した時から2人の距離が近くなっていったみたいです。ちなみにダンカンはバスケットボール殿堂入りの式典で、パーカーと同じくチームメイトであったジノビリの2人について、自分の周りには同じ選手たちが何年もずっといる、それは素晴らしいことだよ、あの2人とコートを共有できたことは光栄だったと述べており、最終的には熱い信頼関係を築いていたことがよくわかりますね。それでは実際に2人のプレーを見ていきましょう。ネッツとの試合、パーカーはピックを使ってドライブ、ディフェンスにボールを取られそうになりますが、ゴール下で待っていたダンカンに見事なナイスパス。ダンカンはパスが来るまで動かずに待っていましたが、パーカーの方にいずれディフェンスがヘルプに行き、自分がフリーになることを予期していたんではないでしょうか。逆に言えばパーカーもダンカンが待ってくれていることが分かっていたので、お互い苦しい状態でもパスができたんだと思います。信頼関係が成り立った素晴らしいプレーでしたね。ナゲッツとの試合、2人のピックアンドロールからパーカーはジャンプシュートを狙いますが、その時ディフェンスがスイッチしてダンカンがフリーになったのを見逃さず、ジャンプしたままダンカンへパスを出しフリーでシュートを決めました。ディフェンスの動きをよく見ているプレーですね。こちらのシーン、パーカーはダンカンをピックのおとりにしてゴールへドライブすると、ディフェンスが2人ともパーカーの方へ来たので、そのままバックビハインドパス、フリーでミドルシュートを決めました。理想的なピック&ポップですよね。シンプルですが、お互いの強みを生かしたいいプレーだと思います。次に紹介するのはラリーバードとケビン・マクヘイルのデュオです。バードはバスケセンスの塊で、得点やリバウンド、アシスト全てにおいての能力が高く、史上最高のバスケットボール選手に挙げられることもあります。一方のマクヘイルは多彩なステップワークと巧みなフェイクの技術、豊富なシュートパターンを持ち、ゴール下での得点技術が非常に高いパワーフォワードで、彼のようなスキルを持ったパワーフォワードは歴史的にも稀だと言われているんです。この二人の性格は真反対だったそうですが、試合中の相性は完璧。彼らはセルティックスに黄金本気をもたらし、3度のチャンピオンにも輝いています。それでは実際に2人のプレーも見ていきましょう。こちらのシーン、ドライブからバックビハインドで切り返したバードはローポストで張っているマクヘイルにパス。マクヘイルは柔らかいタッチでフックシュートを決めてしまいます。ターンするときに逆サイドへ一瞬目線のフェイクを入れたのがうまいですよね。別のシーンではボールを受けたバードはローポストのマクヘイルへ、ポンフェイクでディフェンスを飛ばせてからステップインでシュートを決めます。無駄な動きがない素晴らしいポストムーブですよね。こちらのシーンではバードがエンドラインから超ロングパス、その先にはなんとマクヘイルがいます。1対2で不利な中でしっかりとボールをキャッチしてシュートを決める。実況もこれはワイドレシーバーだとコメントしたように、アメスト選手のような相手を抑えながらの素晴らしいボールキャッチだと思いました。別のシーン、コーナーでパスを受けたバードはディフェンスが寄ってきているのを見て、ゴール下でフリーになったマクヘイルへタップパスをします。これセンスが光りますね。バードとマクヘイルのホットラインは非常に強力であることが分かったと思います。最後に紹介するのはウィルト・チェンバレンとジェリー・ウエストの2人です。1試合に100得点というとんでもない記録を持つチェンバレンと、土壇場に強いミスタークラッチことウエスト。1971年から72年シーズンでは連続33勝というとんでもない記録を残しているんです。今の NBA では信じられない記録ですよね。この時点で史上最高のデュオと言っても過言ではないです。ちなみにこのシーズンは NBA チャンピオンにも輝いているんです。それでは実際に2人のプレーを見ていきましょう。2人が連携しているシーンが少なかったので、チェンバレンとウエストの
プレーをそれぞれ紹介していきます。こちらのシーン、チェンバレンはジャバーのブロックをもろともせず豪快なリバースダンクを叩き込むんです。すごい迫力ですよね。個人的には腕の筋肉がすごい気になりました。別のシーンでは相手が放ったレイアップをはるか後ろから超絶ブロック、あまりの恐ろしいブロックに会場がどよめいています。これやばいですね。バスケの常識を覆しているとも思います。こちらのシーン、ウエストは味方のピックをリジェクトして鋭いドライブ、そして楽々とレイアップを決めます。スクリーナーのディフェンスが上がってきていたため中のスペースが空いていますよね。相手の裏を描いたいいプレーだと思います。こちらはオールスターゲームでのシーン、バックコートでボールを持ったウエストはディフェンスにプレッシャーをかけながらも前へボールへ運びます。そして試合終了間際に放ったジャンプシュートは見事に決まり、チームを勝利へ導きました。さすがミスタークラッチですよね。ウエストのドリブルからのプルアップジャンパーは非常に精度が高く、当時誰も止めることができなかったと言われています。ちなみにウエストはこのオールスターゲームで MVP を獲得していました。ということで今回は史上最高のデュオを9組紹介しました。皆さんが思うこのデュオいいなというのは誰ですか？コメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。